サラコナーは、ドイツ、ニーダーザク選手、デルメンホルスト出身の歌手、ソングライター、ダンサー。代表曲、フロム、サラウィズラブは、ドイツのシングルチャートランキングで、初の4連続1位を獲得するヒットとなった。世界中で700万枚のアルバムを販売しており、これらのヒットにより、2000年代で、最も成功した、ドイツのポップ歌手としての認識されている。 アメリカ系の血筋を持つマイケル・レーベを父に、彼の繊細で、スコットランドとドイツの血筋を引くもとファッションモデルの、ソラヤ・グレーを母に持ち、6人の兄弟の長女として、生まれた。家族には4人の女姉妹、アンナ・マリア、マリーサ、ソフィア・ルイーザ、バレンティナと、1人の男兄弟、ロビンがいる。サラは、彼女の祖父の影響を受け、ソウルミュージックを聴いて成長した。 そして、6歳から彼女は、教会聖家隊で、ゴスペル音楽を歌い、学校のコンサートに出演し始めた。10代には、コナーは、試験を受けて、公演芸術学校に入学した。すべての学生が楽器を使った、演奏の授業であったが、サラは、特別に、ボーカルとしての研究を許されるただ一人の人物だった。彼女は週に一度制のレッスンを受けて、その対価に、 ホテルのウェイトレスとして働いた。いつか歌手としての活動が支給活動の代わりになるかもしれない。という言葉が彼女を一生懸命に働く気にさせた。彼女の最初の大きなブレークは彼女がドイツでマイケル・ジャクソンのコンサートで歌った17歳の時に来た。彼女は12学年で学校を中退しサラグレーという名の下で レーベルと制作者にデモテープを送り始めた。彼女は自ら正しい道を選択したと主張した。そして2001年、彼女はソニーミュージックの会レーベル X セルレコーズで最終的にサラコナーという新しい芸名で署名することを決死にした。デビューアルバムグリーンアイドソウルは2001年11月26日にリリースされた。しかし、 ドイツ、ポーランド、ポルトガル、スイスなど、ヨーロッパ中に、コナーの名声を上げたのは、フロム、サラウィズ・ラブという2番目のシングルだった。この歌は、ドイツで2002年で、最もヒットした曲の一つとなり、スイスで、首位、オーストリアで2位を獲得するなど、ヨーロッパの複数の国でもチャートインする、国際的ヒットとなり、彼女の最大のヒットシングルとなった。 2002年、TV 番組ファーシュテイオンズイッシュパースにて翌年には2枚目のスタジオアルバム、アンビリーバブルの制作を開始し、9月にリリースした。ヒットは、セカンドアルバムでも続き、ワイクリフ・ジーンの作詞した、最初の CD シングル、ワンナイト・スタンドも、また、トップ号に入った。アルバムが非常に好評だったため、ダイアンを連作し作曲の3つのシングル、 スキン、オンスキン、ヒーズ・アンビリーバブル、バウンスも発売した。最初のライブ DVD、A ・ナイト・ツー・リメンバー、ポップ・ミーツ・クラシックは2003年1月に撮影され、2003年10月にリリースされた。クラシック・オーケストラの演奏でサラの歌をバックアップしている。サラはこの頃、最初の子供を妊娠しており、肉体的にも厳しかったのだが、 2003年11月に、彼女の3番目のアルバム、Key to My Soul をリリースすると決めた。シングル、Music is ズザキ k では、ニューヨークのアカペラ歌手を特集、ナチュラリーナナ7とのコラボレーションを収録し、ドイツで2作目となる首位を獲得した。シングル、Just One Last Dance は、息子、タイラーの出生によりアルバムのものを再録音にした。バンで、マーク・テレンズによる、 ボーイズバンドナチュラルによって新しいボーカルの歌声も含まれている同曲はドイツで3度目の首位を獲得した。2003年秋シングルバウンスの情報を掴んだ一部のアメリカのラジオ DJ によりすぐにバウンスは多くのラジオやプレイを得た。ソニーレコードはアメリカ合衆国で彼女の歌の CD をリリースすると決めた。しかし彼女は不調でバウンスは シングルランキングでは最高40位でピークに達した。その時サラは妊娠およそ6ヶ月で限界状態だった。彼女の息子、タイラーが生まれるに3週間前、前のアルバム3作品のシングルスの編集アルバム、サラコナーが2004年の冬にリリースされた。アメリカのアルバムチャート106位の登場だったが、プロモーション不足もあり、 ランキングは104までしか上昇しなかった。彼女の初の息子の出生後の休暇から回復した2004年の秋には、サラはシングル曲、リビングツーラビューと共に音楽界に戻り、同曲はドイツでは4度目の首位を獲得、また、スイスで2度目の首位を獲得した。2005年の3月に、彼女の4枚目のアルバム、ノーティーバットナイスが発売した。 長年の付き合いのあるであるブーや、ケーデナー、ロブタイガーらと、再タッグを組みアルバムを制作。本作は、過去最高のヒットアルバムとなり、初のドイツのチャートでの首位獲得、オーストリアとスイスでトップ3を獲得すると、リリースから2日で10万枚を売り上げた。2005年3月には、コンピューターアニメ、ロボッツ、ドイツ語版とタイアップした、シングル、フロム、 ゼロツーヒーローを発表、ドイツで5度目の首位を獲得した。作中では、キャピー役として、声優を務めた。2005年の秋、コンサートツアーを行い、オーストリア、ドイツ、スイスを回った。2005年5月、サラと彼女の夫マークを看板とした、サラマーク・イン・ラブというリアリティ番組の放送が始まった。このシリーズは、大ヒットし、 歌手としてのサラを再び盛り上げた。現在、ソロで活動しているマークの知名度も大きく上げることになった。マークは、サラのために、君に愛されるための愛を歌いヒットした。すべてのエピソードを収めた特集 DVD は、2005年11月にリリースされた。2005年の12月、5枚目のアルバムとして、初のクリスマスアルバム、クリスマス・イン・マイ・ハートが発売された。 クリスマス・イン・マイ・ハートはシングル CD としても発売された。アルバムはドイツでトップ10入りをし、同名のシングルは4位を獲得した。クリスマス・イン・マイ・ハートは今までの古典的なクリスマスソングではなく、ジャズ風味な現代的な歌だった。この歌は他のドイツのクリスマスソングのメロディー、曲調にも大きく影響を与えた。2008年のライブにて2005年12月、 彼女の旅行の間、サラは再び妊娠していると発表された。しばらくの間、彼女の音楽活動は休止状態にされた。11月24日に、サラは新しいクリスマスソング、ザ・ベスト・サイド・オブ・ライフをリリースした。歌はドイツのチャートで6位に登場。ドイツでのコカ・コーラのクリスマスプロモーションキャンペーンの一部にもなった。また、 クリスマス・イン・マイ・ハートをリメイク版をリリースした。2006年の夏に、娘が生まれる。2006年最後のリリースは、クリスマス・イン・マイ・ハートの DVD 版だった。2007年2月には6枚目のアルバム、ソリシャスを発表。サン・オブ・エイプリー・チャーマンや、セクシュアル・ヒーリングなどを含んだ70年代の、モータウン・カバー楽曲を軸に、2つのオリジナル曲も、 含んでいる。3月30日にリリースし、ドイツでは6位を獲得した。2008年5月、コナーとその家族は、プロジーベンで放送されたリアリティ番組、サラマーク、スティル・クレイジー・イン・ラブに、再び参加することが発表された。スペシャルは2008年7月3日に放送を開始し、7枚目のアルバム、セクシー・アズ・ヘルの、プロモーションイベントにもなった。 シングル、Under My Skin は、2008年8月1日に、リリースされた。2009年、エンリケ・イグレシアスとのデュエット、Taking Back My Love の再録音バージョンに参加、ドイツのシングルチャートのトップ10に到達した。2010年4月、ドイツのボックスネットワークで放送された TV シリーズ、X ファクターのデビューシリーズの審査員として、 ジョージ・グリュックとミュージシャンのティルブレナーラと共に出演した。放送期間中に8枚目のスタジオアルバムリアル・ラブをリリースした。しかし、アルバムシングルも含め、ここ数年で彼女の最もチャートの低い売り上げとなった。2011年と2012年に第2シリーズと第3シリーズの X ファクターシリーズに参加。その後、休止機会を挟み、 2014年に、ドイツのリアリティ TV シリーズ、シング・メイネン・ソング、ダス・タオシ・コンセルトのシーズン1に出演した。ドイツ語圏で活躍する多くの歌手が参加する、同番組への出演と演奏により、周囲から母国語で曲を録音することを奨励されると、ダニエル・ファウスト、ピーター・プレート、ウルフレオ・ソマーなど、より狭い範囲のプロデューサーとの作品作りを行う、ことを決めた。 2015年、9枚目のスタジオアルバム、ムターシュプラッカーをリリース。意外にも、本作が、全曲ドイツ語で録音された、最初のアルバムとなった。リリース後、ドイツのアルバムチャートの首位を獲得し、5枚目のアルバム、n ーティー t ッ b a イ Nice に続く2番目のナンバーワンアルバムとなった。 ドイツでの最初の週の販売数は10万画枚を超え、リリースからわずか数日後にゴールド認定、その後プラチナ認定を受けた。このアルバムは彼女にとってスイスのアルバムチャートで初のナンバーワンを獲得した。シングル BSCHNJUBIST は彼女の10年間の活動中で最も長期のチャートインを果たし、ドイツのチャートで2位を獲得し、 26万枚を売り上げ、2005年の、f r o m ツー h e r o 以来のヒットとなった。2019年、10枚目のスタジオアルバム、ヘルツクラフトベルケをリリースした。プラチナ認定を受け、ドイツで3度目のナンバーワンを獲得、オーストリアでも初の首位を獲得した。ドイツとオーストリアの年間チャートで2位を獲得する、ヒットとなった。テント音楽祭2016にて、 フライブルク、ドイツサラは、流暢に、英語、ドイツ語、スペイン語の三つの言語を話すことができる。また、彩色主義者である。2004年、アメリカ人ミュージシャン、マーク・テレンチと結婚した。マークは、アメリカのバンド、ナチュラルの一員だった。ナチュラルには、規則があり、ガールフレンドや妻は作ってはいけないというものがあった。マークはサラと別れることを拒否した。 サラが妊娠すると、ナチュラルのメンバーは、マークに、最終通告をした。サラと別れるか、バンドを辞めるか。その後、マークはバンドを辞め、バンドは解散された。サラの音楽活動の初期の頃、マーチン・ショルツと交際し始めたという噂が立ったが、マークと出会うとすぐに彼と別れたという。夫婦には、タイラーという息子が2004年に誕生し、2006年には、 サマーという娘も誕生した。しかし、2008年11月に夫との別居を公表し、2009年12月に離婚を申請。2010年3月9日に離婚した。2010年からフロリアン・フィッシャーと生活し、二人の間には二人の子供が生まれた。ありがとうございます。